駐車場からすぐ右草ヒュッテに到着です。右草ヒュッテはこちらですね。私たちはこちらを歩いていきます。反対側は前に行った島軽山の方に行きます。右草ヒュッテです。ここで登山届を提出いたします。これ道入ったところなんですけど、ヒュッテの目の前にバス停があるので、バスで来られる方も安心ですね。登山届を提出したので出発します。割れの方がいきなり綺麗に咲いてます。今日はウィンドウかな、見えるかな。9月半ばですけど寒いです。1分気に来ました。こっちだと白駒池ですが、丸山の方に行くのでこっちですね。後ろの理解茶椅子山だっけ、茶椅子だけだっけと島軽山の方に見えます。すごい、なんかすごくめちゃくちゃ美味しそうなのが密集してます。食べられるのかな、食べられそうですね。麦草ヒュッテとかで出してるのかな、食べてみたいですね。樹林帯に入ってます。樹林帯っていうか苔の森ですね。右も左も苔苔苔ですかね。朝の光を浴びて苔が綺麗です。みずみずしいって言った方がいいかな。近くで見るとよくある植物ですね。時間によってお花が咲いてるのかな。ささと行っちゃいました。なんか看板が出てきました。ここは丸山の森、代表する苔の名前は千島しっぽ苔っていう苔でございます。どれがそうなんだ、こういうやつだそうです。山の森の看板あたりまではちょっとやや下りなぐらいだったんですけど、今度ちょっと上りになってきました。体が温まったんで上着脱ぎました。上りきれば森山なのかな、なんか思ったので、天気予報と違って合ってる感じなんですけど、これから良くなるのかな。木が抜けたら見えてきました。これは評価したじゃないね。上下の山頂ですね。よし、やった。三角点、こっちは三角点ですね。
潮がブヒブヒ言ってます。聞こえるかな？聞こえないかな？なんかまたすぐ歩いてたら土俵があったんですけど、どうやらこっちも山頂らしいです。さっきのは何だったんだ？三角点あったけどね。三角点じゃないのか。山頂だそうです。丸山2329。一応今度こそ高見石の方に向かいます。いやー降りにくそう。出ないように注意しないとね。ちょっと切ります。岩のところを降りたらまた自分みたいに感じました。なんか道を間違えることはないけど怪我しそうですね。たまに大きいのでも浮き石だったりするから、行くと白駒池と白駒池の駐車場です。相変わらず向かるに出ます。渋谷のトイレで高見石展望台に向かいます。こんなようなゴロゴロゴロだったかな。丸印を使ってね。はい、高見石登りました。絶景ですね。なんか向こうの方に池も見えます。で、こちらが白駒池です。いやー、なんかちょっと体勢変えるのが難しいね。もう喋ってんの。はい。こっちがなんだっけ。今度行くの中山か。こっちの方かな。で、こっちはなんだろう、アルプスかな。で、これがさっきの森山かな。で、足場が悪いからちょっと怖い。で、奥のが蓼科山かな。だと思います。ちょっとね、風があるんで寒いです。高見石小屋を過ぎて中山に向かってます。ここはおこじょの森だそうです。道具系は。クロクロステみたいな、なんかどこにあるのかわかんないです。なんか開けてる感じがするので、そろそろコースタイム見てももうあと10分ぐらいで中山の山頂に着くはずだと思います。景色が変わらない。こんな感じのところを歩いてきたんで、ちょっと外が見れるっていうのは嬉しいです。登り切った感じがします。高見山の展望台に到着しました。
ってちょっとこう水平な歩きになったんで、また撮影始めました。ずっとこんな感じだったわけなんですけどね、多分中山峠が近いのかな。そしたらまた行くと中山峠らしいんですけど、峠は行かないんで、天気で海の山頂まであと10分ぐらいだと思いますね。そうそう、自分隊を終えて岩場になると思います。ちょっと撮れます。硫黄岳と天狗岳かな。前回来た時は何にも見えなかったんですけど、今回はラコマ池の方からの道との合流点で、ミュウの山頂直下まで来ました。あと少しです。